戸部正直は戦国時代の武将。通称の戸部新左衛門の名で知られる、尾張国戸部上主はじめ織出氏に従っていたが、今川氏とも関係を持ち、紅葉軍艦によると、安城合戦で、織田信弘が今川方に降伏した際、今川義元に、信弘女営の仲介をしたという。織田信秀の死後は、今川義元に寝返ったとされ。 吉本の妹婿になったとも言う。その後、小田方の寺部城主、山口重利に攻められるが撃退支配し廃止させた。保安対抗期等によると、正直の寝返りに怒った小田信長が、雄筆に正直の筆跡を真似て練習させ、信長に内通する書簡を偽造。それを商人に分けさせた森吉成に、寸譜城下へ持ち込ませた。書簡を見て、 裏切りを信じた、吉本の命により、正直は、三河国吉伝で処刑されたという。その時期は、資料により、工事三年と、永六二年の二節がある。しかし、この話は信頼性が高いとされる、信長後期には載っていない。同じように、小田方から、今川方へ寝返り、吉本に処刑された、山口の立義、京吉親子の話があることから、 京津と正直は、同一人物ではないかと見る説もある。名古屋市南区古部町の戸部城市には、戸部新左衛門正直の墓と、霊碑があった。現在は、夫婦神社に移されている。なお、跡地は幼稚園の駐車場となっており、原型をとどめていない。服部秀夫によると、霊碑の方は明治7年に正直の子孫を称する、戸部慎吾によって建立されたが、長州府市には、 飛べ新左衛門は全く登場せず検討が必要だとしている。なお、正直は自分の前を横切る者は誰でも切り捨てたが、飛んで逃げる河津は切ることができなかったという言い伝えがあり、これにちなんで飛べの蛙津という強度玩具が作られるようになったという。ありがとうございます。